皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディです。この動画は小学校5年生国語心が動いたことを31音で表そうの3時間目です。この単元の狙いは生活を振り返り心が動いたことを短歌で表そうです。2時間目には連想メモを作り短い文を書きましたね。3時間目の今日は短歌を作り学習を振り返ります。今日の目当ては短歌を作り表現を工夫して短歌を仕上げようです。動画を一時停止してノートに書きましょう。短歌は5-7-5-7-7の31音になるように作ります。音数の数え方を確かめましょう。まず、仮名1字につき1音と数えるのが基本です。帽子は3音、夏休みは5音ですね。次に、ん、伸ばす音、小さいつも1音と数えます。日記は3音、スポーツは4音です。また、直前の仮名文字と合わせて2字で1音となるものもあります。小さいやゆよなどです。パフェは2音、キャンプは3音です。指を折ったり手を叩いたりしながら数えると良いですね。では前の時間に書いた短い文から一つの題材を選んで短歌を作っていきましょう。動画を一時停止して短歌を作りましょう。5-7-5-7-7の31音になるように短歌ができましたか？声に出して読んでみて、もっと工夫できそうなところはないか考えてみましょう。教科書207ページと208ページの短歌を比べてみましょう。どんなところが変わったでしょうか？お正月、家族みんなで過ごす夜、鍋の後にはこたつでみかん。お正月、家族とこたつ入る夜、みかんひんやり心ポカポカ。鍋の後にはという言葉とみんなで過ごすという言葉がなくなっているわ。最後の言葉がみかんから心ポカポカに変わっているね。こたつの位置も変わったよ。ひんやりと触った感じを表す言葉を使っているね。ポカポカという言葉が加わっているわ。ひんやりとポカポカは意味が反対の言葉だね。下の句の七七が印象的ね。教科書の作品のように作った短歌を見直し、伝えたいことが伝わるように表現を工夫して短歌を仕上げましょう。いくつか作ってみてから一つに絞っても良いですね。動画を一時停止して短歌を仕上げましょう。短歌が仕上がったら動画の続きを見ましょう。表現を工夫して31音で表すことができましたか？この単元で学習したことをまとめましょう。短歌で表す。
心が動いたことや場面の様子が伝わるように言葉を選び、五七五七七の31音になるように言葉を並べる。余計な言葉は削る。言葉の順序を入れ替える。音や様子を表す言葉を使う。言葉の組み合わせを考える。例えを用いるなどです。最後に学習を振り返りましょう。伝えたいことがよく伝わるように、どのような表現の工夫をして短歌を作りましたか？学習を通して自分の感じたことを言葉を選んで表現する力や、短歌の決まりに沿って表現を工夫する力がついたのではないでしょうか。今回の学習をポスターを作ったり、短い言葉で思いを伝えたりするときに生かしていきましょう。